こんなにスタジアムの建設が進んでしまいました。熱帯材が何枚使われたのか、どれほど森林がなくなったのか考えると胸が苦しくなります。これからサステナブルなオリンピックを行うというのが東京のコミットメントですが、熱帯材を使うのをやめなければサステナブルとは全く言えません。日本がどんどん建設事業に熱帯材を使っていれば、熱帯雨林がなくなってしまうんです。で、熱帯雨林がなくなれば、そこに住んでいる先住民族が元の生活ができなくなるだけではなくて、そこに生物多様性も、まあ、世界の生物多様性がなく非常に影響されますし、気候変動にも貢献起こすことになるんです。なので、それはそこの住民だけではなくて、もう世界の人々に影響を及ぼすことになるんです。なので、オリンピックを機に、そういうその建設のやり方を変えるということが私たちは求めていることです。どちらかというとですね、サラークのプナン人とか、まあ、イバン人とか現地コミュニティの、まあ、ちょっと取材というかフォローしてるんですけども、まあ、今回このオリンピックの、主要な会場である国立競技場のサイトにですね、サラーク材が使われているということが判明しまして、まあ、それを、今年の8月9月それを伝えるっていう、こともありまして、いろいろ訪問してきました。でも彼らにとって、まあ、自分たちの森であるわけですよね。まあ、それがですね、仮に PFC 認証の森であれ、使えなくなっている、こう周辺化されているという現状があります。まあ、それに対して非常に憤慨の声をたくさん聞きました。実際サラークでもインドネシアの、熱帯林でもですね、もう枯渇が進んでます。で熱帯林というのはやはりいろんな面で貴重だし、まあ、住民にとっては一番なくてはならない、生活の場でもあるので、まあ、そういうところから、まあ、少なくともね、オリンピックというそういう場では熱帯材を使ってはいけないと思います。